はいどうも、じゃあ今日も回答していきますね。えー、ここ3年ぐらいね、ずーっと私たちの耳によく届いている感染症なんですけども、結局のところ、この感染症はデマだったんですかってことでまた今日もメッセージいただいてますね。えっ、ー、とね、このね、今回の感染症っていうのは別にデマでも何でもなくって、別に昔から同じようなものが数種類存在していて、それがなんかたまたまクローズアップされたんですよね。じゃあね、まあ何が、 まあデマだったのかってことなんですけどもこれさまざまなあの考えはあるのはね前提なんですよもちろんでもちろんねこれ暇な人じゃないとここまで調べないんですけどもまずは一定数の偽陽性を出すっていうふうに繰り返し言われていた例の検査ですよね、まあ、これを使っちゃったことがまず一番最初の間違いだと思いますこれはどういう検査なのかを知っていればうん,なんかね <laughs> 冗談じゃないかって思うようなところもあるんですけどもまあそこまでね あの真面目に調べちゃったりする人もいないと思いますんでしょうがないですよねで、えー、今回の感染症が本当に危ない感染症かそれとも感染してるかしてないかっていうね元よりそういったところまで、まあ、まとめてね陽性反応を7割ぐらいの確率で出しちゃうんですよで陰性であっても次の日に陽性がたまたま出るかもしれないんでまあ、こういったいい加減なものをね、えー、やっぱ広めてしまってでそういった 検査キットがものすごく売れたってところあるんですよね。いや、これはね、一つ罪深いなと。それから、無症状感染っていうね、わけのわかんない概念がすっかり染みついちゃいましたよね。これ、無症状なら感染してないってことなんですよね。うん。無症状で、じゃあ300年、えー、無症状感染してましたって言ったらどう思いますかってこととかね。うん。まあ、これもね、無症状感染で、すごい言葉を作ったなっていうところを、またこれをね、本当によく広めたなってことね、両方ありますけども、 まあこの無症状感染により、無症状なのに、ね、マスクとか感染症対策を多くの人が習慣化しちゃったでしょ。で、明け国はね、国によってはロックダウンして経済疲弊させて、皆様の懐事情も結構苦しくなったと思うんですよ。特に経営者の方とかね、中小零細の経営者の方っていうのは、うん、多分少なからず、従業員を解雇したり、個人的な借金を抱えたりとかして、 うんまあ、暗い日常を送ってると思うんですよそれから一般国民の方もね日本で、うん、結局生活再建のための支援がなかったんで上限200万円までの借金ができるようになっちゃったでしょでも200万円まで借金してあげくじゃあその順番にですねそういった借金をした人が実は自己破産になっていて未回収の金額が300億円ぐらいになってるわけなんですよでこれは名目としてはまた増税で賄うって形に なっていくようですけどもいかかででしょうかねうんで自己破産した方ももうね今度こそ債務不,不履行の落印が生涯を追われるわけですから中には20代30代の方もいらっしゃいますけどもねもひどい話ですよねあの国の言う通りに素直に聞いていたら自己破産で一生落印をされて浮かび上がれないみたいなね、はい、で最後に効果があるかどうかもいまだにわからないまああれですよね 予防注射 <laughs> これね5年以内に何もなければまあ大丈夫だろうというふうな形で言われてるんですけどもこれ多くの方がね2度3度打っちゃったってのはかなり罪深いんじゃないかなと思いますで現実今どうですかねそんなにあの感染症予防がね大事なんだったら今も打たないといけないはずなんですけども多分ねもう何のことだったか忘れてる人多いんじゃないですかねうんあれ最初からね1年2年様子見るつもりで慎重になってもよかったんじゃないかと思いますけども。 まあ、いわゆる、同調圧力ってやつかね。これはね、日本だけじゃないんですよ、同調圧力って実は。日本の国民性って考えてる方がいると思いますけども。結局はね、人の目が怖いのは、日本人以外も全部一緒なんですよ。だからね、なんか、流行っちゃったんじゃないですかね。まあ、そんなとこじゃないですかあの。一つの考え方ですからね。あの、皆さんはどうお考えになっているのか、それはそれぞれの考えを尊重したいと思います。さよなら。